タレント上沼恵美子68が14日放送の読売テレビ上沼高田の釘付け日曜前11:40に出演した。番組では女性に性的行為を強要したと報じた週刊文春と全面対決するため活動休止宣言したダウンタウン松本人志60のニュースを取り上げ、上沼は悪いけど松本さんの行いが良くて真っ赤な嘘ではないと思ってると切り出すとヒートアップ。ダウンタウンが頂点になって30年2、3年活躍するのが大変な世界で、30年王様でトップを走り続けてきたのはすごい力を持っているわけですよ。やっぱりトップで長年やって仕事と私生活が別というのはもう通らへんと思うねんと持論を展開した。さらに詳細を見ますとね、私一応女やっているんで吐きそうになったと断罪。あなたの立ち位置、日本一で走っている人の人格というものは自分の人生でありながら自分の人生じゃないと思うのよ。好きなようにやんちゃには生きられへん。自分の置かれている立場はもっと重要だったということを考えないといけない。ちょっと気が緩みすぎてたかな、あの記事が事実だったらですよと続けた。さらに2018年に M1 グランプリの審査員を務めた際に後輩芸人から暴言を吐かれた騒動も解雇。その際松本が同番組の上沼の楽屋を訪れ、今回は後輩が偉いこと言ってしまい申し訳ございませんでしたと謝罪したことを明かし、後輩のために頭を下げた。偉い人やなと感動したんです。ところが今回どういうこっちゃ、あなたは後輩のために私に頭を下げてくれた人、立派な人格者ですやんかと言い、超一流やったのになんや遊びは三流以下やったねと言い放った。さらになんで休業すんのやろ、お笑いの MC やから回しにくいとかスポンサーに迷惑かけるとかあるかもわからないけど、この番組はやめておこうというのはあっても何も休業宣言する必要はないと思うと試験を述べ、休業ってことは引退につながりますよね。こんなことでいなくならんといてよと切実に語った。